どうもこんにちは、マオでございます。ということで、スーパーマリオメーカー2が発売決定ということで、ちょっとね予習をしておきたいと思います。1はね実はそこまでめちゃくちゃたくさん遊んだわけではないので、2はしこたま遊んでいきたいなと思うのでやっていきたいと思います。で今回はせっかくなので、自分で作ったコースを久々にやっていこうかなと思うんですけど、意外とね全く何も覚えてない。2015年なのでもう4年前ですね。ひどいタイトルが、まあね、ここら捨て身で駆け抜けろとかはなんかよくわからなくもないんですけど、結構ひどいのが多いですね。これね確かこのワオって確か動画にしたような記憶があるんですけど、何も覚えてないのでちょっとやってみましょう。もうひどいですね、サムネがひどい。遊んでみましょうか。はい。ワオ、うわーセンスがねえ。あー矢印があるね。嫌な予感しかしないね。この矢印のとこ行きたくないね。行ってみるか。わーあ、ワンナップキノコが自殺した。あーふざけんな、くそテンプレみたいな。いやこれやばいわ、これやばいわ。あ、ここな、罠な、なるほどな。じゃあこれを越えてこうだ。おお、下手くそだな、ステージ作んのこいつ。あ、ファイヤー、ファイヤー、おお、いっぱい落ちてくる、いっぱい落ちてくる。おい、わ、うるせえ、うるせえ。ああ、これ、そうか、自分の声を録音して、なんか、出すことができるやつですね。多分それは、確か、世界に公開することは当時というか、今もできないのかな？できなかったんで、一人で動画にしたんですね。寂しい男だよ。これ、さっさと言った方がいいね。上からスターが。スター降ってくるから。うるせえ、うるせえ。下手くそだな、小学2年生が作ったみたいなステージだ。めっちゃうるさい。よいしょ。うるせえ、うるせえ。うわー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 、何？めちゃくちゃ下でなんかあったじゃん。ザケードなんだ、パラカンキロンポンコロンみたいな。よし、めちゃくちゃワーワー言ってくる、やめて。なーんなーん、届いた。よしよしよし、ここ作るの下手。めっちゃ下手やん、ここ。やかましい、これ。世界に公開しなくて本当によかったけど、よく考えたらニコニコ動画に投稿したような記憶があります。これがワーオか。消すか。いや、やめよう。いい思い出として撮っておこう。他になんか、やばそうだな。はぁ、ひぃ、これなんだ？これやばそう。6秒、いやこれまだ多分作り途中じゃないか。あ、ボツボツにしてる。え、私の初めてに してみようか。これ投稿してるやつってこれ確かアップロードの、これじゃあ私の初めてはこれちょっとやったことあるんじゃないか。もしかしてこれインターネットのみんながこの私の初めてを遊んでいるのかもしれない。おお、なんかいきなり難しいの作りよったな。あ、何何なの、自分が下手くそなくせに難しいの作るのが好きなのかね。よし、よいしょ、よな。え、結構むずくない、私の初めて。とんでもねえステージ作ったなこいつ、モンスターステージだこれ。なんか俺ね、俺の性格じゃない、ここら辺になんかねサポートを作ったりするんですよ。性格は読めますよ。だってこれ届かないじゃん。よ、届くんかい普通に。あ、ギリギリ届くようにしてる。あ、なるほど、ギリギリ届くところをいっぱい。あ、こいつなんか飛んだ後にこうビョイーンってなるの好きだな。飛んでビョー、おー、結構むずいっていうか、これを子供がやって喜ぶと思うのかこいつ。
このなんかもう本当にもう殺風景なこの砂漠みてえなステージをよく作って、あの落ちてくやつ何なんだよなんかしたかったけどとりあえず落ちていくのが面白いって思ってるんでしょうね、未だに思ってるんで、そういう節があります。これもギリジャンで届くんだろうな、あーゴールがあるしギリジャンだろうな多分。よっやったおーおーおお、まあ、このステージをやって分かったことは、この制作者にクリエイティブなことは無理だということですね。え、他何投稿してんだ。捨て身で駆け抜けろと、あと絶妙、絶妙、これなんだ、絶妙な調整。お、絶妙な調整したんか、ちょっとやってみるかこれもせっかくだ、まとめてやってみよう。絶妙な調整、もうタイトルがさあー動く動く動く、よいしょ、違って、あー絶妙な調整だねこれ、絶妙な、絶妙な調整だねこれ。で、あ、ここちょっとクリエイティブ思考が若干足りなくなってますね。うわ、危ねえ、絶妙な調整あ、これちょっと絶妙な調整ですね。あのさ、背景とかに気使った方がいいよね。これさっさと言った方がいいな。絶妙な調整だね、絶妙な調整だね、あ、絶妙な調整だよ。あ、これ作った人センスあるな、もしや。ここのキラーバチクソセンスない。ここのキラーバチクソセンスないな。あ、絶妙な調整だこれ。あ、ちょっと向こうに行くんなっとんのね。あ、ムカつくこれ。おー、届いた、あー届いたのにクソなるほど、結構ガチで絶妙な配置にしてる。ここもね、なんか地味に死にまくってる。ここうまい具合にこ米を越えないといけない。結構難しいこれダッシュジャンプ、おお、ギリギリた、おーおーおあ、ブロックいかないといけないんだ、難しいなこれね。これはね、ちょっと遅らせるのがコツですね。学びました、自分のコースでなんか学ぶのやだな、マジでムカつくな昔の俺。よっよっ、オッケー、こっからよっよー、おーおおちくわブロックが見えるぞ、くそ、あ、これよくできてるよっ、きた、よいしょ、これ先に行き過ぎない方がいいな、よいしょ、うわー、ジャンプいらねえのかよ。お、ちくわブロックの上にクッパさん、おい、最後やる気なくすのやめろ、最後やる気なくすのやめろなんでここまで頑張って最後何も思いつかんのやちなみにこれってなんか見れるんだっけね、なんかあったあったあった、自分でね作ったあげたやつが3つあって、あ、すごい、私の初めてが18いいねもらってる。でも絶妙な調整は3いいねに対して213人、いやー、なんかニコニコ動画に投稿した時のことを思い出しますね。こんな感じで見れるんだね。いやー、自分にセンスがないので僕は人のやつを遊んでいきたいなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。